行くぞみんな！無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。
無理しちゃダメだよ。世界で起きたあれだし、リアルでどう？けど、あの子たち大丈夫かな？嘘！覚えてない？この白状も！ちょっと心配だな。あの子たちがいなかったら、はあ、なんか私ってば、子供の頃からあんな大事な時になるといつもビビっちゃうっていうか、君にも嫌な思いさせちゃったかな。あ、それはそうだ。君もショッピングなう？へえ、電脳探偵になったんだ。すごい！電脳探偵か？
それ。電の別にいいけど、てかいいか悪いかもわかんないけど、まあハッカーになるとかより全然いいかも。てかハッカーだよ。新た、あいつハッカーだったよ。助けてはくれたけど、なんかちょっとへこむな。うと疲れてたわけじゃ。うーやだな、気まずい。こういう時は地味犬の新曲でも聴いて悪魔的になろう。挨拶回りは済んだようだな。かなり個性の強い面々だが、さすが夏。さて次は町に出てもらうぞ。反電脳体の君が現実世界に完璧に、新宿で聞き込みをしてきたまえ。君のことが噂になっているかもしれない。何せ
あのその間私は私の仕事を片付けさせてもらう。又吉刑事にも調査結果を報告しておかないといけないのでね。それと一つ重要なことを伝えそう。君の母親のことだ。親御さんが仕事で長期海外出張しているのは君が倒れたと聞いて帰国しようとしていたところを君からも連絡して安心させてあげたまえ。親御さんの様子はどうだったか。問題なさそうだな。安心したようでないのだ。これからは親御さんの件は君に一任する。しっかり対応したまえ。では行動開始だ。